上智大生、安国神社参拝拒否事件は、1932年に、上智大学の学生が、安国神社参拝を拒否したことに橋を発する事件。上智大、行政中の配属証拠を引き上げ1932年5月5日、当時、学校教練のために、上智大学予科に配属されていた、陸軍証拠が、学生60名を引率し、 靖国神社を参拝した際、カトリック信者の学生3名が靖国神社本殿に敬礼を行わなかった。これを問題視した陸軍は配属将校引き上げの意向を示す。当時、学校教練を履修すると兵役が10ヶ月短縮されていたため、学校教練の実施は学生獲得の点から重要であり、将校引き上げにより教練が中止されることは、 学校経営面からの死活問題であった。また、軍との決裂は、学校の取り潰しやカトリック教会の弾圧にまで発展しかねない恐れもあった。これに対して、日本カトリック教会の東京大司教区長であった、ジャン・アレキシス・シャンボンは1932年9月22日付書簡を持って、文部大臣、鳩山一郎に、 靖国参拝の意義について紹介し、9月30日付の文部時間、あわや県からの返信で、参拝は愛国、忠訓のためのものであるとの回答を得る。カトリック教会は、この返信をもって、靖国参拝は宗教行為ではないと返し、神社参拝を許容することで事態の収拾を図ろうとした。しかし、1932年10月1日に事件を、 法治新聞が報じ、メディアで大きく取り上げられるようになると、世間からはカトリック教会への非難が一気に強まった。カトリック教会はカトリック教会の国家や中君愛国についての見解を示し誤解を解消するカトリック的国家観を出版することを1932年11月20日に予告した。同書は百三十二年十二月一日に、 カトリック中央出版部から出版され、カトリック信者にも愛国、中君のための神社参拝が許容されることが公に示された。カトリック教会の対応により、陸軍将校は上智大学に復帰したが、軍部の圧力の前に、存亡の危機に瀕した、日本のカトリック教会は完全に屈服する道を選ぶことでこの危機を逃れた。そして、学長以下、神父。 学生に至るまで、靖国神社へ参拝し、聖小訓令、祖国に対する信者の務めを出した。21世紀に入り、西山俊彦神父は、これを、従来は、多宗教への儀式を禁じていた教会が、物理的安全のために信仰者の魂を売り渡し、神社参拝を含む、天皇制支配に屈服したのだと説明している。また、この、 結果として教会は侵略戦争の推進に協力したことになると主張し、聖書訓令の取り消しを訴えている。田口義五郎、カトリック的国家館、カトリック中央出版部、1932年12月、1から136ページ。ニシッド BA38445342。響き非暴力による平和への道 P39。P ありがとうございます。